私は朽ちない巨人遭遇7いや6メートル級すぐに私を食べない気候種かいよいよ最後を迎えるこれまでだ勝手なことばかりしたまだ親にも何も返していない気持ち悪い終わるミルの民今喋った巨人が喋ったありえないユミル様よくぞ意味のある言葉を発したユミルの民ユミル様よくぞ間違いないこの巨人は表情を変えた私に敬意を示すような姿勢をとった信じられないおそらく人類史上初めて私は巨人と意志を通わせたあなたたちは何この巨人に存在を問ううめき声言葉ではないどこから来たの所在を問う応答はないどうして私たちを食べるの目的を問う